かなにしのドームツアー2017メニューサンクスは2017年夏から秋にかけて行われた日本のポップ歌手西野かなの初の単独に大ドームツアー2017年8月26日の京セラドーム大阪よりスタートし同年9月24日の東京ドームでの公演をもって幕を閉じた2会場4公演という西野にとって 史上初のドームツアーとなり、合計16万人を動員した。翌年2月21日に、ライブの模様を収めた8作目のライブ映像、ドームツアー2017、メニーサンクスが発売された。バンド西野カナ西野カナの作品ドームツアー2017、メニーサンクス、ドームツアー2017、メニーサンクスは、西野カナの史上初の2大ドームツアー2017、 メニーサンクスのライブを収録した8枚目の映像作品。2018年2月21日に SME レコーズから発売された。収録会場の東京ドーム DVD とブルーレイそれぞれ2形態でリリースされた。初回生産分のみにはオリジナル、味方せジャケット仕様でオフィシャルフォトブック、カードサイズステッカー、金のラブイットツアー全国ツアーチケット、 抽選応募チラシがついている。本編では2017年8月から9月にわたって開催された全国に会場を4公演、延べ16万人規模にわたる西の金市場初となった2大ドームツアー2017メニーサンクスから最終公演会場である東京ドームでの2日間の模様を収録している。西の金ドームツアー2017ライブ DVD& ブルーレイディスクメニーサンクス2018.0221リリースオフィシャルサイトありがとうございます